2006年のリードダンス2009年リードダンスに参加する少女2006年のリードダンスに参加するシカニソドラミニ王女リードダンススワジ語ではウムランガエスワキニの祭りスワジ人の伝統的な祭りで8月から9月に開催される見込んで子供のいないスワジ人の少女たちが何万人も国中から王母のもとへと集まる 2008年の祭りには7万人の諸女が参加したと、される。現在の集結地は、王家の村であるラードシッツニーであり、ここで8日の愛祭りが開催される。2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、開催されなかった王母が、宮殿に到着した後、参加者たちは分散し、1日かけて、背の高い足を買って王母へと捧げる。その際、 少女たちは上半身裸の伝統衣装や飾りを身に、まとい、足を持って歌い踊りながら行進する。足は宮殿の修復など様々に使われる。足を捧げた翌日、少女たちは綺麗に現れた伝統的な衣装やビーズのネックレス、眉でできたアンクレット、帯、スカートを身にまとい、彼女たちの諸女性の象徴として、プッシュナイフを手に持ち、歌い踊り行進する。また、 うむ箇所と呼ばれるふさ飾りを参加者たちは身につける。これは、純潔を表すもので、色によって、青は児童、キュは少女、赤は成人女性を指す。この儀式には、王坊や国王など、諏訪寺人の首脳が列席し、踊りを鑑賞する。要人だけではなく、一般市民や観光客もこの祭りを眺め楽しむことができる。パレードの後、特に厳選された何グループかは、 会場の中央でパフォーマンスを行う。王の娘たちもこの儀式には参加し、王家の印として赤い羽飾りを指して踊る。この儀式の目的は、国中の未婚女性が王母の元に集まり、王母へ捧げる共同作業を行うことによって、王家への中誠と女性間の連帯を深めることである。また、近年、S 脇ニでは、エイズ感染者が人口のントを占めるなど、 エイズ被害が深刻化しているため、国王が演説を行い、エイズ予防や未成年者の成功の禁止などを強調するのが常である。一方で、エスワィニ国王ムスワティ三世は、この儀式の参加者から、毎年のように、新しい妻を一人目取るため、主に国外から、国情や演説との矛盾を指摘されることがある。ありがとうございます。